はい、毎度クソ柴です。最近ね、やっぱ食品に何かが入ってるとかそういうね話題が多いわけじゃないですか。ちょっと前にはね、あの美味しい焼きそばの中に黒いトッピングが入ってたとか、まあそういうことが日常茶飯事にあるわけなんですけど、僕ね冷凍おにぎりを作ってる工場で働いたことがあるんです。その時のねことをちょっと今日は話していきたいと思います。はい、そこねアルバイトで行ってたんですけど、まあ行った理由は単純に時給が良かったからです。でね、そこねすごい衛生管理がすごかったんですよ。まずね入るじゃないですか。入ったらね、更衣室の前に一回ねエアーで飛ばさんとダメなんですよ。更衣室で入って着替えるんですけど、もうねすごいシャンプーハットみたいなのつけて、なんかマスクつけて、なんかいっぱいつけて、もう覚えてないで、なんかいっぱいつけてこのねやって、ほんで長靴も履いてで出ていくわけですよ。だから出て行ったところで多分ねまたエアーがあったはずなんですよ。エアーで飛ばしてからの、ほんでもう一回手洗うとか、手洗って、ね、爪とかも綺麗にして、で手袋を取って、でもう一回そのエアーのところに行ってね、こうファーッとされて、ようやく工場の中に入るわけなんで、工場の中に入ってね、一番最初にあった仕事、初仕事ですよ。そんだけ衛生管理してるところに何やらされたと思います？おにぎりって焼いたら形崩れたりする B 級品が出るじゃないですか。それをね全部跳ねたやつをね冷凍して置いてるんですよ。でその冷凍したやつを新たに炊く米のところに、このでっかいこんな、なんか米炊くやつあるんですけど、そこにね2個だけ入れてって言われて、こうやって2個だけ入れていくっていう単純な仕事やったんですけど、たまにね社員がね新しいの持ってきて、これやめとこうかみたいな、みたいな、大丈夫みたいな、まあまあそんな感じでね、そこでね3日間過ごしました。多分3日か4日ぐらいでね、僕もね出世しまして、おにぎりのね B 級品を跳ねるコーナーに行けたわけですよね。うん、で行ってね仕事を教えてもらったわけです。こういう黒い鈴がついたピンセットで取ってもらって、でもう形が悪いやつはもうこっちに跳ねて、でおじさんが教えてくれたんです。でお腹がついたねってこうやって取って、おじさん食べ出すんですよ。食べてくれてもいいからって、マジかよみたいに。僕もさちょっとさ匂いがさ美味しそうやって食べたかったんですよね。これね出来たて食うたらうまいんやろなとか思って、ちょっとおじさんがおる前ではねちょっとできなかったんでね、ちょっと周りにちょっと誰もおらんようにとかこうやってパッて食べてみたんです。美味しいんだ。美味しかったです。ねそこの冷凍おにぎりね、家で食べる時より全然美味しいから、出来たて美味しかったし、それを食うてその手袋のまままだスースとか取るかどうなんそれみたいに食べまくってました。美味しかった。で食べたことによってねお腹いっぱいになるじゃないですか。ほなそのねもうおにぎりの匂いでもう嫌になってきますね。そんなことは置いといてね、もうそれだけねきちんとしてる職場やのに人間が終わってたっていう、そんな感じでしたね。今日ねそこすごいんですよ。毎日ね10時か11時になったらねLINE 全部止めてね、もうめっちゃ洗浄するんですよ。むちゃむちゃ綺麗に、はあ、これはすごいな、こんなゴキブリ一匹入られへんなと思いましたね。そんぐらい綺麗にしてるところでも人間が終わってたっていう話です。今はね多分そんなことないと思います。僕が、当時16歳の頃はそんなことがありました。はい、どこもそうよね。今でこそですよ。昔なんてもう何でもありやったと思います。ただねそこねピラフとかも作っとって、で横に乗せる唐揚げみたいなのも置いてあったんです。唐揚げ食ったねと思って、唐揚げはやめてなって言われましたね。唐揚げはあかんでって、量決まってるから、何やねんそれみたいな。まあそんな感じでね僕 のバイトが続いたわけなんですけど、おにぎりの味に飽きるとともに僕はその仕事を辞めましたっていう話でした。まあクソ柴が働いた2週間の歴史でした工場ってしんどいんだ、僕は合わへんわ。もうね時間が長いのよ。このねおにぎりがずっと流れてんの見といてみ、もうなんか催眠術かかったように、なんかもうね目つぶったおにぎり流れてんもん。もうねあれはちょっとうなされたんでね、僕はやめさせていただきました。はい、1時間がね10時間ぐらいに感じますんでね。はい、皆さん工場行く方は慣れたらそうなんいけるんでしょうけど、僕はちょっとね慣れなかったですね。はい、以上クソ柴雑談でした。じゃあまたバイバイ。あともう一個出来事があるんですけど、僕トイレに行った時にトイレに閉じ込められたんですよ。トイレから出れなくなった。なんでとか思って、出られへんとか思ったんですけど、そこねトイレ行ったら最後に必ずアルコールを手につけないと、そこを押すことによって初めてねトイレのドアが開くんですよ。そういうね画期的なシステムがねあったのにね、やっぱ人間終わってんなと思いました。はい、以上クソ柴でした。バイバイ。